もこんばんは。マイクそれ4万円です。平井博明です。今日はですね、リクエスト動画ですね、4万円の取扱説明書を撮ってくれっていうリクエストいただきまして、早速その動画を撮っていきたいと思います。4万円今持ってます。4万円でその方が4万円を入れてて必要としてるけどもうまく打てないからっていう理由だと思うんです。個人的には僕は4番には入れてないんで、ただ打つことしかできないんですよ。相当数な試合出てた中で、いやこの状況で4番や欲しいなって思ったこと僕一回もないの でその理由として、まず本当に本気で難しくて当たらないからなんですよ。だからメリットが見つからないんで4番やんっていうのは入れてなかったですよ。4番のハイブリッドを入れてたり4番の中空アイアンを入れてたんですけど、コースによって使い分けたりしてやってましたけど、この本当に俗に言う4鉄と言われてるこのペラペラな薄いやつ、めっちゃ綺麗じゃないですか。使ってないからほぼ無傷だから、これを今日さばいていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。どれぐらい難しいかって伝わりづらいですよね。ただ特に女性の方なんか4番円入れてる方っていないと思うんですよ、女子プロでも。だから多分ここは男性の秘密というか男性にしか分からない部分なので、ちょっと打ちますか。これはマンダフ。ダフなんだ。多分当たったら飛距離的に4番やって205ヤードぐらい飛ぶんですけど、今の当たりだと180-185ぐらいいけぼちです。1球目これね、バツね。あげたね。しゃくりちょい髪190円。点数が80-90点。ショートホールだったらグリーンに届くのは手前の崖が多いんですよ。0点。だから上げに行っちゃうもんね。上げてないあの上がらないから。今のはセコ90点なんですけど、このままじゃ当たんなくて動画になんねんで、今のはこうやって打ったんですよ。だってこんなことしないとどこんとつまんない動画になっちゃうから、今のは絵的にも置きに行きました。球的にもだって当たんないもん。4番やんって絶対やっちゃいけないこと、打ち込んじゃうと。打ち込むことは絶対やっちゃいけないし、なるべく体重移動もしない方がいい。真ん中で回って打った方がいい。で、体重移動するんだったら、このフリップを使った方がいいですよ。とにかく、アイアンでダフルっていうのはヘッドが加速してない、もう唯一それしかない証拠なんですよ。だから、アイアンでダフルっていうのは、こうやって上げたい上げたい上げたいってこうやっていく人、これはほとんどの人が多分ロングアイアンミスして、例えばダフリチーピンとか、ダフって右、そもそもダフリっていうのが上げたい上げたいってボールの下にクラブを入り込ませようとしてただダフってるだけ。これが一番多いロングアイアンのミス。だからロングアイアンって上からほうきで入ってあげるような感じでパチンってこうやって打ったらもうっていうのがロングアイアンってすごい必要。だから普通のアイアンが体の動き4、クラブの動き6ぐらいだとしたら、ロングアイアンはクラブ8の体2ぐらい、それぐらいクラブが動いてないとロングアイアンって当たんないんですよ。そうだからすごい言葉悪いけど、昔の人がロングアイアンはうまい。なんでかっていうと、そうですからね、昔の人って。そうだからヘッドさばきがすごい上手な方が多いから、そう3番や4番、まあパワーがあるんだったら全然打てるんだけど、
その俺ぐらいのパワーでロングライン上手い人っていうのはあのすごいヘッドさばきが上手い人。俺は下手だ、下手っていうか苦手だから、うん、そう。でもそうするとあれだけど前動画でやったそのクラブタイプ体タイプだと体タイプの人はロングラインや打ちにくくなる、打ちづらいと思うな、うん、それよりもウッドの方がもっとうまく打てるの。あアイアンも打てるけど、うん、全然打てる人は得意だからもちろん打てるんだけど、うん、それよりもユーティリティハイブリッドとかウッドの方が多分もっとうまく打てる、うん、よりいい得点が出るっていうか、うん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 、目的いいの、うん、帰れねえ気持ち悪い。いいんじゃないの、ガチな嬉しい。なんていうんだろう、うん、95点。あ、いいね、リアルでしょ、うん、そうで俺コースだったらよかったと思うぐらいなのぐらい入れてたとしたらね、それぐらいすげえ動くのは嬉しい、うん、そうだからロングアイアン、そもそもアイアンとかゴルフってボールの下にこうやってクラブが入り込まないとナイスショット打てないんだけど、それってロフトがこうやってあるクラブだったら入り込めるじゃない、うん、だけどロフトが立ってるから入り込めないのを入り込まして打たなきゃいけないから難しいのよ、うん、だから要はこうやって上からこうやって撫でてる感じだから球ってそもそも上がっていかない、だからロングアイアンってあの難しい。これね普通に打って一切球上がんなくていいよって言ったら全然簡単なの、うんうん、あそうなの、ね、そうこうやって、うん、これだけだから全然普通に今みたいに当たる切る、うんうんうん、あれじゃあグリーンの手前のヘッジに落ちて奥のラフまで飛んでくる、あ今はダメなんだ、止まんないから、よく見えるけどね、よく見えるでしょ、見える、そうよく見せるのは上手なの。実際よくないけど球はいいよね、うん、あれなんであ皆さんこうやって打ってください、上がんなくていいって今言ったら、うん、当たりだした、上げてたんですね、上げに行ってたんですね、やっぱり久しぶりなこいつとの再会に浮かれて、うん、そうだからやっぱり再確認しましたけど、うんうん、上げに行っちゃいけない、うん、そうだ今個人的に登録に向けて、いやこんなの上げなくて打ったら楽だよなんて打ったら本当に楽になった感じなんですよ、だからロフト通りにそのまま横から打ったっていう感じなんですよ、そういう場合はこう今みたいに楽に球が飛んでくって、そういう感じのイメージの方がロングアイアンはいいですね、要は高得点を求めてない感じで打ったんですよ、うん、そうあのライナーでもいいから芯食えばいいやで打ちました今、うん、それだったらいいなと思って、今そういう感じできっちり球を上げなきゃいけないっていう感じでは打たない方がいいですよね、そもそもそのバーディーを狙う番手じゃないので、ある程度の距離、もう本当に例えば4番ヤンで200ヤードぐらい行く方だったら205ヤードから195ヤードまでのその前後5ヤードは全然想定内ですよっていうぐらい大きい振れ幅で打ってあげてもいいと思うんですよ、きっちりそこにドーンって行く打つクラブじゃないので、だから許容範囲を広げてあげて、そうすると気持ち的にも楽になってくるので、そういうふうに難しいクラブっていうのはこう対応してあげた方がいいと思います。一番のおすすめは使わない、本当に俺だって何年ぶりに打ったの4番やん、本当傷ない、それぐらい難しいっていうコースで面白くなくなっちゃうやつの一つだから、あんまりあの無理してナイスショットを打とうとしなくていいと思います、だからショートホールのティーショットだけとかね、狭いミドルホールで短いミドルホールのティーショット専用で使うとか、ロングホールドライバーナイスショット打って残り200ヤードヘアウェイの薄い芝から4番ヤン持ってイーグル狙いとかってすごい怖いんで、そしたら4番ハイブリッドで普通に楽に打った方が結果は絶対いいと思うんで、確率の問題で言ったらやっぱり4鉄4番ヤンっていうのはどうしても下がっちゃうんで、なるべく確率を上げてあげる番手を選んであげた方が、まあ、モデルだったりっていうのを選んであげた方がいいと思うんですね。ただリクエストがあったんで4番アイアンを打たせてもらいましたけども、
まあ、イメージとしては高さを気にせず出る高さできっちりスイングをしてあげることが大事になってくると思いますので、ちょっと実践してみてください。で、まあ、ポイントは球上げようとすると体が上下動したり軸がこうやってブレたりするんで、それがない方がいいです。本当に自分はこう動かないでこう、まあ、真ん中でもいいですしブラシでもいいんですけども、体でアクションをこうボールに伝えない方がいいと思うんで、クラブの動きでボールを飛ばしてあげる。前半ってそうですよね。そう。でもそれをよりやっていただいた方がロングアイアンなんかは当たりやすくなると思いますので、やってみてください。では今回リクエスト動画ですね、4番アイアンの取扱説明書というのを撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。これ期待してる説明だったのかな。もしこういうことじゃないんだよなって思われちゃったら本当大変申し訳ない。どう打ったらうまく打てるのっての聞きたいんでしょ。なるほど。さっきどうだね。そう、さっき気にしなくていいってことは高さ気にしなくていいし、本番への飛距離以上を出そう、新たな距離を見つけ出そうと思ったら絶対当たるから例えばじゃあ練習方法からいこうか。それだけで練習方法は絶対ティーアップ。無理にこのフェアウェイの芝から打つ必要なくて、うん、ティーアップして、うん、ボールの位置はいつもと一緒でいいんですよ。ティーアップして、うん、こんだけ高くあるんです。すごいね。全然違うでしょ。全然違う。難易度が違うんですよ。だからそれはフェアウェイと苦手な人も一緒。そう、苦手なクラブはティーアップして練習してあげた方が、要は練習ってイメージの問題なくて、イメージ良くして帰った方がいいって。すごい。全然違うでしょ。全然違う。で、何にも気にしないであんだけ高い球が出るんですよ、ティーアップするだけで。だから無理にこう下からねこうやって構えて、全然違うでしょ。全然違う。で、今の良かったんじゃない？今の良かったね。良かったけど、うん、今の動画うまく撮れてたら最高なんだけど、うん、最高到達地点からドロップしてんの。うんうんうん。あれだと、要はこう殴り玉みたいなのが出るんですね。ドロップ系の。あれだと全然勝負にならない。勝負になんないと。グリーンで止まんないんだよね。つかないんだ。そう。だから自分の距離打てたとしても、うん、絶対グリーンの奥にリリースしちゃうから。そういうのがあるんだね。そう。だから用途を足してないの。あ、それ言ってあげてないと。そうだ。取説はほらクラブのさ、なるほど、役割をさちゃんと説明する。なるほど。全部。そう。で、そう。今4番アイアンはって取扱説明書で説明してますけど、うんうん、これ例えばピッチングにも一緒なんですよ。今日はピッチングの取扱説明書ですって言ってるのと一緒で、ピッチングはピッチングの距離を打てて初めてピッチングウェッジじゃないですか。で、だから4番も一緒なんですよ。4番も4番アイアンの距離が打てて初めて4番アイアンなんで、それを4番アイアンのドンって距離を打って、そこからスピン効いてなくてゴロ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 って転がっちゃったら、奥 OB だったら OB 行っちゃうじゃん。意味なくなっちゃう。4番の距離じゃなくなっちゃう。そう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 。飛ぶけど、うん、低くて強いけど、うん、それで終わっちゃう。なるほどね。そう。ただちゃんとそこで止まんなきゃいけないから、うんうんうん、転がったとしてもね、うん、多少、うんうん。4番だからね、多少転がるけど、うん、ただその4番の止まってほしい許容範囲の中に止まんなかったら4番の意味がないから。なるほど。そう。だから球も高くなきゃダメ。スピンも入ってなきゃダメ。だから俺が最後いいなって言って打った球っていうのは、うん、全く使い物になってない。ライナーすぎちゃう。当たりは良かったけど。そう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 。そういうことね。そう。単純にスピン量が足りてない。ですよ。それは僕の今のスピードだったり、パワーに対して、パワー不足なの。4番にしては。だから難しく感じてるから、だから前も動画見ていただきました。苦手クラブがない。そう。だから入れてないんですよ。苦手だから。そっか、入れてないんだ。そう。だからセッティングの中にはないんだ。そう。うん、だって、これ自分の4番円の距離がセカンドで残っちゃったら、うん、俺も打たないもん。ボール持ってくか、まあまあ冗談で、
3番ユーティリティで打っちゃうか、うん、5番でしばき上げちゃうか、うん、どっちか。だって当たんないから、うん、それこそバーディーチャンスかもしれないのにボギーになる可能性がある、うんうん、そう、それを自分で考えて頭の中考えると打つのやめようって、うんうん、入れてたとしたらね。だから結局じゃあ打たないんだったら入れてる意味がないから入れてない。だから4番ヤンは自分の飛距離がまず何ヤードかまず知ることが大事なのと、うんうん、コースでその距離をきっちり打てるかどうか、うんうんうん、が打てないんだったらやめることをお勧めする、うんうんうん、抜いた方がいいじゃないと1本無駄になっちゃう。14本しか入れられないから。ただ違う本当4番ハイブリッドを入れた方がよっぽどいいよね。優しいし、こんな感じで大丈夫です。よくわかりました。よくわかりました。ありがとうございます。で、一応その同じ力感で全てのクラブを打って、同じようなスイングができるクラブセッティングももちろんした方がいいですし、無理に打たないと当たらないクラブっていうのは他に害が出てくる可能性が出てくるので、あまりおすすめはしないです。今回の4番への取扱説明書ですね。分かっていただけましたでしょうか。では動画の方以上になりますので、最後までご視聴ありがとうございました。